そのインドネシア人の子供の運動会に僕は行きました。で、運動会が終わって順次家に来るかと。でも本当に汚いんだと。で、家の中もぐちゃぐちゃだと。行きました。ほんまにぐちゃぐちゃでした。で、家もちっちゃいし、子供は4人おるし、小さいの。で、彼が一言言ったのが、これを本当に見せて、あ、貧乏でダメなインドネシア人じゃって思ってくれてもいいと。それで関係が切れたらもうしょうがない。でも、これを見て僕らと付き合いたいって思うんだったら、付き合いましょうって。で、その時に出してもらった食事が、鶏をこう水炊きしたみたいな。で、全く味がついてない。で、僕はそれを飲み干したんだけど、初めて飲み干したね、みたいな。こう日本人は絶対に飲まんのじゃ。僕も飲みながら、その、味がついてない、ちょっと想像してみてくれたら分かると思うんだけど、